シャーサークオーモローゼ的中率や宿頃とか、雇いであったりっていうところが、まあこうパフォーマンスが上がっていくと、実力が上がったなっていうふうに感じられるし、さらにやっぱ実際的中も上がるって、なので上達方法を考えるの大事なんですけど、今回はまあ私がですね、初心者の人、特に初めての人、初めての人がこれを意識すると、非常に上手くなる確率が上がりますということで、まあ今日はですね、こう初めての人に練習法という観点でお話ししたいというふうに思います。で、これ結論からお話しすると、まあ弓道の世界にはね、こういうところを勉強した方がいいよっていうポイントをいろいろ言ってる人います。例えばまあ姿勢が大事とか、あるいは8節の形が整えることが大事とか言うと思うんですけど、まあ私は断トツに右手ですね。はい、右手の位置を変えることが一番大事であると。っていうかもうこれしかないです。強い身引くのも、綺麗な形整えるのも、審査を受かる方法も、大会で結果出すのも、もう何にしても全部そうです。もう右手だけです。はい。この右手をもうとにかくいかにスムーズに大きく回せるかっていうことだけを考えてください。そうすれば、弓道の実力は上がっていきます。で、なんでかっていう、その物理的な理由プラス、心理的な理由に二つに分けて解説したいと思います。まず物理的な理由っていうのは、まずこの右手が大事っていうのは、はい、物理的な理由。まあ、まずこの右手が大事っていうのは、私が言ってるわけではないです。尾州地区に九州書の中学集っていう文章の中に、右手が第一修練大事なりっていう文章がもう残ってるんですよ。で、この言葉の意味を解釈するとどういうことかっていうと、まず右手が大事なんですよ。まあ、もう本当に細かく分けると、最初に姿勢が来るんですけど、要は右手を大きく動かすためにはどうしたらいいのかって言ったら、まあ、まっすぐな姿勢を整えれば一番動かしやすいので、第一に一番最初に組んだ姿勢なんですけど、心理的な面で言って、どこを研究し続けるのがいいのかって考えたら、まあ、右手の、いかにこの右手をスムーズに、通してですね、最後抜けるかっていうことを考えるのがすごい大事です。で、なぜいいかというと、まず、右手を、こう横に引き続けるんですね、こうやって。で、横に引き続けて、まず、ここの距離が、まあ、近い方が大事ですね。はい。で、二つ目。ここの角度がですね、この手の甲の角度ですね、こういう。この角度が三つ葉であったら大体45度ぐらい。だというふうに言われていて、で、さらに、この肩より、まあ、後ろぐらいですね。肩より後ろ。まあ、大体肩より後ろで手の方が45度で、肩と腕の距離ですね、手首の距離ですね。ここが近づけば近づくほど的中する確率は上がっていくということになります。だからこういうふうに置くのは大事です。なぜか。まず一つ目。これ、もし引き続けていくとどうなるかというと、矢が、まあ、ここ頬につくわけですね。こうやって。はい。まあ、これは弓道の世界では口ありっていうふうに言いますよね。ちょっとまあ、ちょっとか、仮に、ちょっとこういうふうに矢を出します。はい。こういう矢を出すんですけども、こうやって、いっぱいこうやって引き続けると、こうやってね、引き続けると、矢っていうのはこうやって頬につきます。で、この頬についたらどうなるかっていうと、まあ見ていただければわかるんですけど、頬につくとちょうど的の線に来るんですね。どういうことかっていうと、まず最初に弓道って、左のつま先と右のつま先を的の中心線に合わせますよね。で、これをこうやって引き続けて矢の線が頬につくじゃないですか。もしあなたの姿勢がまっすぐだったら、矢が頬についたと同時に狙いはまっすぐなんです。だから、右手で引けば引くほど、まず狙いが定まるようになりますと。で、次。これはですね、理論弓道の離れの練習法っていう動画でもこれは喋っているんですけども、右手って引けば引き続けるほど、手ってこうやって外側に回りやすくなるんですよ。外側に回りやすい。だから、外側に回りやすいので、離れも出やすくなるんです。これやっていただけばわかるんですけど、右手っていうのはこういう風に引っ掛けて、横に引き続けていったら手って外側に回りやすくなって、こうやって離れるじゃないですか。だから、離れの練習っていうのがあって、こうやって離れの練習やるといいよっていうのを私は動画で撮ってるんですが、それと一緒で、引き続ければ、離れも良くなるんです。こうやってね。離れも良くなる。という理由で、この、
肩より後ろに、まあ、最低引き続けて、最後ポーンって出すっていうのが大事。で、3番目。実は右手を引き続けるともっといいことがあって、姿勢も良くなるんですよね。はい。どうして姿勢が良くなるかというとですね。まあ、右手を引き続けると、胸の筋肉が開くからです。で、これは、こう、斜方八節とかで勉強するときに、拳の位置を合わせるようにしましょうとか、まあ、あるいはですね、横に引いていったときに水平に降りるようにしましょうとかってやるんですけど、基本その動作って全部手先で動かしますよね。手先で動かすっていうことは、こう、手の先を固めてですね、下ろし方を加減してこうやって動かすと思うんですけど、それやってる最中に耳の反発力がこうやってかかるんで、こうやってかかるんで、どんどん猫背になってくるんですよ。だけど、そんなことはとりあえず一旦置いといてですね。まあ多少取り打ちになったりとか、まあ多少こう、右手に力が入ってでもいいから、とりあえず右手の位置をここに持ってきてこいと。ここに持ってきたら自然と左手っていうのは、こうスーッと持ってきて、拳っていうのが揃ってきますよね。で、胸筋肉一回開いたらどうなるかっていうと、もうこう筋肉開いたらこう背中が伸びる方向に使えるようになるんです。で、そうすると離れた時もこういう風になると。だから、弓道の世界、斬新って言われると思うんですけど、斬新っていうのは横一文字こう伸びて、2、3秒こう待ちましょうって話なんですけど、姿勢が曲がってると、こういう風に伸ばした時に腕疲れますけど、こういう風に胸の筋肉開いた状態で離れたら、まあ、ずっと伸びてられるわけです。だから、姿勢も良くなるし、斬新も良くなるからっていうことで、これは絶対にやるべきです。で、あと、心理的な面で、これ大事なポイントがあって、心理的には何がいいかっていうと、特に初めての人はそうなんですけど、心理的には、雇びが良くなる。あのね、これはまあ初めての人は大体そうなんですけど、八節のね、形を教えるじゃないですか。経験者が。で、形を教えたら形はキリになるんですよ。でも矢が飛ばなくて全然当たんないとするじゃないですか。そしたら初めての人ってこう思うんですよ。これ上手くなってんのかなって思うんですよ。で、私って先生の言った通りこうやって、綺麗になんか形ポンって思うけど、全然矢も飛ばないし、矢が飛ぶ見込みもないし、大丈夫なのかなって、初めての人は思います。まあ、教えてる側はですね、言われた通りにやっているので、いいなっていうふうに、初めて、指導者の方を思い込みやすいです。でも、初心者の人は、だって先生の言った通りにやっても、全然的も当たんないし、矢も下に落ちちゃってるし、すごい力も入るし、これずっと続けて上手くなんのって思うわけですよ。そうやって初心者の人って自信をなくしてやめていくんですよ。で、その時に一番初めての人が、あ、俺成長したなっていう風にすごく実感しやすいのは何かっていうと、自分で引いて飛ばした矢が気持ちよくスパーンって、まあ、雇び早く飛んでいる姿を見る時です。そうすると、あ、なんか、こう、形がどうであれ、やっと思って、ああ、もうちょっとだなっていう風に、的の近くに行ったら気持ちいいっていう風に思うわけですよ。そう思ったら、心理的にも続けやすいです。だからそういう意味でも右手をこうやって引き続けて、引き続けたら話しやすくなるし、引き続けたら雇いも早くなるんです。早い雇いや、勢いのある雇いを見ると、初めての人は、あ、これなんかすごい、まあ、もうちょっとだったけど、もうちょっと行きたいなっていう自信につながります。はい。自信につながるためにも、この右手を横に引き続けるっていうのは大事です。で、これは別に、私が、そういう風にしてくださいと私のオリジナルを言ってるわけではなくて、昔の弓道の文献全部そうです。はい。強い弓引くんだったらもう右手をいかにスムーズに通すかっていうのを研究しまくるのはとても大事で、そのなんか拳の高さをこうとか、ちょっとここがずれてるからダメだとか、なんかこう引いてる最中にこう水平に降りてないとダメとか、ここがへの字になってないとかどうこうのとか、まああんまりそんなこと気にしないですね。はい。逆にそんなとこを気にしてるってことは、それだけ弓の負荷が体にかかってなくて、頭でごちゃごちゃ考えられるぐらい、まあ余裕がある。まあ言い方は悪いですけども、体を使えていないということになるので、まあ、極力体を大きく使った方がいいと思います。で、そのために、じゃあ体を大きく、弓道でベストを尽くすためにはどうしたらいいかっていうと、右手を使ってください。右手を使うと、狙いが良くなって、離れも良くなって、姿勢も良くなって、さらに矢飛びが綺麗に飛ぶ姿を見て、自信にもつながりますので、ぜひやってみてください。ということで、ありがとうございました。弓道の価値観を変える。チャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。